着です。到着しました。12時の22分。誰か来てますか？なかなかいないです。誰も来てない。フードかぶってない。はい、博多に着きましたよ。着きましたね。ちょっとさ、寒いですね、大阪より。寒いな。まあ、もうちょっとね、12時半って告知してあるんで、はい、もしかしたら誰か来るかもしれないから、もうちょっと待ってみようか。はい、ね。しますか？もうね、この寒さが、うん、寒いからあれじゃないですか。あ、寒いからかな。外出を控えたんじゃない。動画撮ったらダメですよね。動画ですか。はい、いいですよ。でいいですよね。ありがとうございます。サインも欲しいもの。マジですか。いや全然そんなサインなんて。サインですよ。え、これ音声入って今入ってるんですけど。大丈夫です。音声大丈夫ですか。はいはい、どちらからいらっしゃったんですか。福岡県の福津市っていうところです。はい、はい、そうなんですか、はい。ありがとうございます。はい、いや YouTube 見てもらって。YouTube はい。いつから見てます。なんか姉は結構前から見てるみたいで。はい。はい、僕は最近見始めてなんか。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。ムカつきません僕の動画。なんか雨の日は掃除しましょうとかやれてるところとかでしょ。オープンみたいなやつ。前のやつもね。あ、そうですか。はい、あ、これ名前さ、ありますね。そうなんです、うん。はい。ありがとうございます。はい、あの、頂戴いたしました。ありがとうございます。もう見せないよ、これはもう誰僕だけの宝物で。本当ありがとうございます。はい、これもよかったら福岡の、はい、あ、そうですか。食べてください。すいません。あ、そうだ。あの、あ、大阪からお土産用意してるんです。あ、本当ですか。来てください、来てください。すごい。すごい嬉しい。ありがとうございます。姉が隠れてる。 え、そうなんですか。来てるんですけど。来てくださいよ。遠目で見恥ずかしいって。呼んでくださいよ。ぜひね、はい、来てくださったんで。あ、本当ですか。来てくださいました。初めまして、松本と申します。お願いします。どっちがいいですか。これとね、大阪名物です。はい、どうぞ。次回いいですか。いいです、はい、どうぞ、ぜひぜひ。いや本当に、はい、もうお姉さんにも渡そうかな。もう持って帰ってもしゃないもんな。そうですね、はい、お姉様にどうぞお持ち帰りください。はい、おー、すごい、はい、超嬉しいわ。一人いつもいらっしゃいました。いや、やっぱこんなことあるんですね。やってみるもんですね。お姉さんと二人でやってるんです。あ、そうなんですね。はいはい、なるほど。え、お姉さん隠れてる。探しに行ったの。どういう服装されてます？なんかコート着てます。灰色のコート着てて。灰色のコート着てて。何も持ってないです。バッグも持ってない。持ってなくて。こんぐらいです。身長。身長は、はい、髪の毛は伸びない。髪の毛は結んでます。後ろに。よし。お姉さんは下の名前。ゆうこさん。あ、ゆうこさんですか。ありがとうございます。今日は本当にここ着てくださいよ。いや、なんでですか。お店で。もう全然、はい、あの、ちなみにこの音声は入っても大丈夫なんですか。
大丈夫です。大丈夫ですか。あの店長とか新見ちゃんもね、はい、待ってるんで、ぜひ来てくださいよ。いやいやいや、そうですか。今ご主人といろいろお話ししてましてね。あ、ごめんなさい、お父さん。お二人でね、はい、探されてるんですね、はい、そうですか。ありがとうございます。でも本当に今はもう誰も来へんな、そろそろホテルに行こうかって言ってたと思う。あ、そうだったんですか。ありがとうございます。嬉しいです。どうします。なんでですか。あ、ほら来ますよ。すごい、動画の動画のままでしょ。はじめまして。はい、すごい、すごい、お姉様ですよ。動画のままです。すごい。で、お姉さんが最初にこう動画ずっと見てくださったんですか。ずっと見てます。初期の頃から。あ、でも、見始め1年前くらいでいろいろ戻ってるんです。何、あの一番印象残ってる動画って何ですか。なんか同級生の、はい、あの足つぼやったり施術したりね。あれね。ありがとうございます。どうですか、どうですか、あのサロンお二人でやって楽しいですか。そうですね、うん、まあもちろんまだあんまり知られてないんで、はい、はい、なんか難しい経営でちょっと今悩んで。でもね、もう何年前からですか。まだオープンして4ヶ月目ぐらい。あ、これからじゃないですか。で、今寒いんで閑散期なんでね、はい、暖かい時期に向けて今種まきの時期ですよね。いろいろしていかないとね。はい、そうなんです。すごい、目がキラキラします。あ、すいません。どうですか、芸能人。目が、まあ、結婚してへんかったらな。何言うとんの。そんな言うからあかんの。そうですか。遠いんですか、そのどっか。ここから博多駅から快速で25分ぐらい。あ、ちょっと離れてるんですよ。今日車で来ました。あ、そうですか。こっちに止めて。そうなんですね。サインください。サインですか。じゃあこれあれですか、サインってあの普通に下川不動産市ガチガチ専門でいいんですか。ガチガチ専門。慣れてないんでね。サインあるんですか。え、ありますよ。一応あの、はい、こういうことがあるであろう練習はしてきましたんで。ですか。はい、初公開ですね。そうですね。みんな見てますよ。今日の日付は18日。そうですね、わかりました。筆記体で書いただけです。はい、ありがとうございます。平成29年の、1月の11ですね。はい、すみません、ありがとうございます。本当にこんな、本当にこんなんで申し訳ないです。ありがとうございます。すみません、あのもっと練習しておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。サムリア、本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。あ、これ袋を入れていってください。 ありがとうございます。頑張ってください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。これもね、はい、はい、準備してきますよ。ありがとうございます。
お店これ載せてもいいんですか？あー、はい、それは全然大丈夫です。わかりました、はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。どんだけお役に立てるかわかんないですけど、一応ね、あの出しておきますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。はい、気をつけてください。ありがとうございます。さよなら。え、すごいですね。はいはい、見ましたか。これはガチガチ専門下川の力でございます。実力でございますよ。いや、すごい。いやいや、すごい。ちょっとびっくりしたな。いや、僕もびっくりしました。いや、あの、来てくださっても受講生さんがいらっしゃるのかなぐらいはちょっと思ってたんですよ。あー、そうですね。いやいや、全く、全く、こう、予想だよね、しない、できなかった、こう。ね。本当に嬉しいですね。声かけられてありがとうございます。じゃあこれからもね、頑張っていきましょう。はい。